皆さんこんにちは、西門先生です。そしてチーマくんです。今回も一緒に楽しく国語の学習をしていきましょう。よろしくお願いします。ねえねえチーマくん、実はね、西門先生は今年になってから毎日毎日日記を書いているんだよ。どうしてかって、その日のね、出来事や思ったことなどを書いておくと、後で読み返して思い出すことができるでしょ。西門先生ね、忘れっぽいから毎日5行日記を書いて見返せるようにしているんだ。それにね、日記を書くようになってから、日記に書けそうなことを見つけたり、鋭く感じ取ったりするアンテナが鍛えられたみたいなんだ。その日の出来事や楽しかったこと、嬉しかったこと、発見したこと、美味しかったことなんかを一日を振り返りながら日記を書くのがとっても楽しいんだ。みんなにもチーバくんにもぜひ日記を書く楽しさを知ってほしいんだよな。そこでね、今回は今日の出来事を日記に書いてみよう。今日一日の出来事を思い出しながら日記を書く方法を西門先生、チーバくんと一緒に楽しく学習していこうね。もしかしたらいきなり日記を書くのは難しそうだなって思ってる人もいるかもしれない。でも大丈夫。前回みんなと学習した日記の種を見つけられれば日記は簡単に書けてしまうんだよ。そこで日記の種の見つけ方を思い出してみるよ。日記の種は4つの手がかり。したこと、見たこと、見つけたもの、言ったこと、聞いたこと、思ったこと。で、一日を振り返って思い出したことを書くと見つけられるんだったね。そして日記の種の中からよく覚えているな、これは書きやすそうだなというものの中から、日記の種の中から書けることを選んでいくと日記を書くことが決まってくるんだよね。ではこれから西門先生の日記の種をもとに日記の書き方を確認していくよ。これが西門先生の日記の種なんだ。したこと、見たこと、見つけたもの、言ったこと、聞いたこと、思ったこと。夕方はジョギングをしていて記事を見つけたのでびっくりしたな、このことをよく覚えていたのでこれを日記に書くことにしたんだ。ここで西門先生からみんなに日記を書くときに忘れてはならないことお伝えしておこう。それは日記の最初に何月何日何曜日のことだったのかを必ず書くということだよ。これを書いておくといつの日記なのかがすぐに分かるからね。あと
天気も書いておくといいよ。ちなみに日記は縦書き、横書き、どちらでもいいんだけど、今回は縦書きにしたよ。では、何月何日何曜日天気が書けたら、次は書く順番を考えるよ。でもね、いきなりノートに書くのはね、なかなか難しいから、一回鉛筆を置いて、どんな順番で書こうかなって考えてみるといいよ。またはね、家の人に書こうと思っている順番でお話をしてみるのもいいね。こんな風にして書く順番が決まれば準備は OK。 あとは実際に書くだけなんだ。この書く順番を決めるときに、サイモン先生がみんなにおすすめするとっておきの方法が一つあるよ。それはね、出来事が起こった順番、つまりね、時間の順番に書くと流れが分かりやすくって、とっても書きやすいんだ。サイモン先生の日記の種って時間の順番に書くってどういうことかを見ていくよ。この日記の種の上に起こった順番をつけてみたよ。これをこの順番通りに並び替えてみると、こんな風になります。夕方ジョギングをしていて、記事を見つけて顔が真っ赤でびっくり、記事が突然泣いた、泣き声が大きくてびっくり、記事の足が速くてびっくり、こんな風に時間の順番に並べれば、もうこれだけで日記みたいでしょ。あとは最後の仕上げに、読んで分かりやすいように言葉や文を付け足して分かりやすくすれば日記はもう完成。言葉や文を付け足して分かりやすくした日記、この後サイモン先生の日記は出てきます。いくよ。じゃーん、これがサイモン先生の日記です。では読んでみるよ。5月5日火曜日、晴れ。夕方、いつもの田んぼの道をジョギングしていました。すると草むらから突然鳥が出てきました。顔が真っ赤なキジでした。あまりにも顔が赤くてびっくりしました。ドキドキしていると突然ケンケンと大きな声で泣きました。びっくりして心臓がもっとドキドキしました。走っていた僕はキジと競争みたいになりました。キジはすごい速さで走って草むらに消えました。速すぎてびっくりしました。これがサイモン先生の日記です。チーバくん、サイモン先生の日記どうだった？そう、分かったかな。ああ、よかった。この日記ではキジの鳴き声が後で思い出せるように、こんな風に
泣いてた通りケーンケーンって言葉で表してみたよ。それとびっくりしたなっていうことがすごく伝わって分かりやすくなるようにドキドキしました、ドキドキっていうふうに表現してみたよ。こんなふうに自分で工夫してみると書くのがだんだん楽しくなってくるよ。書き終わったら誰かに読んでもらって上手に書けているところや様子がよくわかるところを教えてもらうととってもいいんだよ。そうすると日記がどんどんわかりやすくなって書くことがもっともっと楽しくなっていくよ。日記を書いたらその日記を貯めておくと自分の生活を振り返ることもできるよ。また日記を書き続けていくと書くための日記の種を見つけるために生活の中のいろいろなことに気づけるようになってくるよ。ここでサイモン先生から日記を続けるコツをこっそり教えちゃおう。それはたくさん書こうと思わないということなんだ。もちろんたくさん書ける日もあるんだけれど、あんまり書けない日もあるのが日記なんだよ。だからあんまり書けなくても気にしないで毎日続けて日記を書き溜めてほしいんだ。サイモン先生もこんな風に日記を書き続けて書くことがどん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 楽しくなっているよ。ぜひみんなも日記を書くことを楽しんでね。シーバ君も日記にチャレンジしてみてね。では今日の学習をまとめるよ。日記を書くときは日記の種を集めるんだ。次によく覚えているもの、書きやすそうなものを選んで書くことを決めるよ。そうしたら書く順番を考えてみよう。その時におすすめなのが時間の順番で書いていくのがおすすめです。最後に分かりやすくなるように言葉を付け足しながら書いてみてね。短くても全然大丈夫。日記を書くことを楽しんでね。それでは今回の学習はこれで終わりになります。チーバ君、今日の学習は楽しかった？よかった。チーバ君、日記書きたくなったかな？ああ、そうか。そうだね、書いてみてね。みんなもぜひ日記を楽しく書いてください。ではまたみんなと一緒に国語の学習をするのを楽しみにしています。では今日は終わりにしましょう。さようなら。